ラベとですね、飯を食いに行ったこともないし、喋ったこともないですよ。ただ、ディレクターからね、ディレクターから、真鍋が来るよっていう話は聞いてるんですよ。ね、心構えはあっても、俺ほとんど喋ってないんですよ。ほら、だって5人ぐらいから決めたわけじゃないですか。ディレクターなんてさ、誰も知らない。ね、おばあちゃんがパーッと来て、あんた名前なんてなって言うから、はい、俺たちですって、私あんたのこと知らんって言われた時代からね、ずっとこう、ね、もう何十年も経ったんですけど、松永さんもね、松永さんが俺が、いや、記憶が違うって言われたんですけど、森田さん忘れてることがたくさんあると思うんですけど、僕はどちらかというと、FMW 側でデビューフェイスなんですよ。松永さんヒールなんですよ。今やステーキハウスのオーナーなんだけど、ヒールなんで、そしたら見る着眼点が全く違うんですよ。だからいろんなこと聞いてみたいなと思うんで、はい、皆さん最後までよろしくお願いします。お願いします。ありがとうござい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 ます。今回ね、ちょっと言っちゃいけないことも言わなきゃいけないなと思ったんですけど、なんで、はい、ちょっと待ってください。なんで FMW を辞めて、はい、松永さん、班長が行っちゃったから、はい、ついて行っちゃったわけです。まあそういうことですね。早く言えばどうか。つらかったよね。つらかったですね。何でもそうじゃないですか。タイガー・ジェット・シンがこっち行ったり、ブッチャーが行ったりとか。で、大宮さんと毎日のように電話で話してて、大宮さんのタイプは俺は話した話したんですけど。そう。で、あゆ館長はもう何が怖かったかというと、松永空手にプロレスの好きだから、空手やめてプロレス行っちゃうんじゃないかって。いや、それは現実になっちゃったんですけどね。はい、それがまさにゲーム。やっぱりこう、なんていうのかな、まあ正直な話、皆さんプロレス大好きだと思うんですけど、こう売り出した人がどっか他の方行っちゃうと辛いですよね。僕ね、デスマッチっていうか、全日本、新日本があって、UWF があって、その時に、あ、生き残るために何をしたらいいのか、皆さんそうだよ。なんか意外と仕事してるわけじゃないですか。生き残るために何をしたらいいかって言った時に、はいはい、あ、ハードコアだなって、最初そうですよ。格闘技から入ったんですよ。格闘技から入ったんだけど、生き残るためには何でも利用するしかない。皆さん知ってると思うんですけど、ハードコアの団体ってたくさんありますからね、はい、アメリカ中に、はい、僕の分子みたいなもんで、はい、ECW も僕の一本のテープをサブーが持ってって ECW が出来上がったんですよ。そうだよね、はい、だからやっぱりさ、プロレスラーも礼儀があって、はい、ちゃんと礼儀をわきまえてる松永さん、はい、ね、礼儀を負けやってる多いけど、やっぱりそうじゃないけん、やっぱり最低の礼儀ってあるよな、あるよね、はい、だから僕呼ぶんですよ、はい、うん、人間絶対に好き嫌いありますから。ありますね。ありますから。ありますよ。あります。誰が嫌いですか。じゃあ、まあ、まず遡りましょう。自分も青柳館長、ミスターポコさん、全員揉めたことあります。過去に何年も口聞いてないようです。ああ、そう。ありますよ。自分精神科医が捨てて東京出てきちゃいましたから、ウィング。俺はウィングなんだ、精神科医とは関係ないんだって。当時を勝手に畳んで出てきちゃって、まあ、晩年は全然ずっと普通に引退してから普通に交流あったんですけど、親御関係もで、ミスターポーさんも何年も仲悪かった時もあります。ああ、そう。あります、あります。だから、結局のところ、今はもう何とも思ってないんです。誰に対しても恨みじゃないんですけど、当時の記憶を紐解いていくと、やっぱりそういうものの原因ってあるんですよ。僕、高いとこダメなんですよ。それそう、高いとこダメなんですよって言った人間が、後楽園のバルコニーになってるんだ。それで内側にしたわけよ。俺外側で見てたね。いや、そう思わない。自分はバルコニーから飛んだ後の直後のインタビューで高所恐怖症ですって言ってるんです。あ、そう、はい、言ったんだ。言ったんですよ。
よく飛んだな。いや、やっぱ斎藤に対する意味です。斎藤、新日本プロレス対精神科医科も蹴って自分はウィング出たんですよ。なんか、青井館長と大喧嘩したんですよ。お前バカかって新日本蹴ってウィング行くなんて言って。お前バカかってめちゃくちゃ言われましたけど。いやいやいや。だけど、俺はウィング行くって言ってデスマッチやるって言ったんです。で、斎藤が来た人が表紙出たから、バルコニー、よし、バルコニーが飛ぶっていうアイデアが出てたんですけど、アイスなんですよ。飛べないって断ったんですよ。FMW があったから大日本があって、ウィングがあって、まあ、それ本当そうなんですよね。それで今、葛西選手のところで、まあ、全部元が FMW ですね。だってデスマッチとかってね、たまに猪木さんがなんかハリセンコンじゃないけど、ダビオンのやつじゃないけど、なんかゴスンクリですね、ゴスンクリのやつやったぐらいで、はい、そんなデスマッチっていうのはあんまりなかったもんね。なかったですね。葛西の動画は俺が呼んでくれ、呼んだら、そして馬場さんに断って、すいません。アサルも覚えてます、覚えてます。アサルもどうかしてくださいって言ったら、おお、わかった、つって出してくれた人ですよ。俺が出すわけないじゃない。結局、なんでそうなったかっていうことがあるんですよ。で、いや、真相知ってるよ。知ってますよ。自分が IWA 行くって、大江田さんに言ったんです。で、まあ、大江田さんがよく知ってもらったから、まあ、IWA ジャパンを、もう行きますっていう返事して、で、大江田さんが自分のとこ来たんですよ。で、来た時に、ねえ、川崎球場のデスマッチどうだったって言われて、あ、もう IWA って決めちゃったから何も考えてなかったんですよ。で、大江田、だけどさ、浅野さんがさ、IWA の浅野さんがさ、マスコミにさ、ウィング同盟から一人来るって言ってて、それどういうことって、あ、それ自分ですって言って、ちょっといいですかって、大江田さんとこう会場の隅に膝詰めて、椅子にこう並べて話をして、あ、それ自分ですって言って、もちゃんと挨拶してやめるつもりだったので、5月5日まで行って、ちゃんと大江田さんに辞めますって挨拶すれば、肩は立たないと思ってましたって、あ、俺はそれは信用してるよ、FMW に残ってくれよですね。で、そこでちょっと話が膨らんじゃってるので、後藤をクビにするって言ったって話になって、違うんですよ。後藤の首は俺に預けてくれって言った。で、それすごい微妙な話ですよね。だから後藤ととりあえず引退試合はやるからって大江田さんが言ったんですよ。大日本プロレス出た？大日本プロレスは、ね、新生 FMW 辞めてからステーキ屋で働いて、それから中巻さんから電話って上がって上がってるって、それで大日本プロレス上がるようになって6年半上がってました。大日本プロレスピラニアデスマッチとかサソリサポテンデスマッチとかやっぱり建築現場とか嫌ですね。高いとこ好きじゃないですか。僕はね、プロレスっていうのはなんか一種こう認められないけど、やっぱりこう不安の心っていうか、そういったものをわしづかみにできる要素はたくさんあると思う。で、世間に通用する、あ、これは面白い、これはね、生きる中で活用するべきだっていうのがたくさん、そういう要素を僕は持ってると思うんです。